られていないがゆえに。そなたの武田道場で真摯を鍛えよ。さすれば道も開けよう。微塵も興味なきゆえご辞退させていただきたく。至ろうとは聞いていない。何より、私は治療不能。熱いえよ、そろそろ一息入れるが賢明ではないか。騎兵は決して侮れぬぞ。浅井氏の迅速なる討伐、それが信長様の命だ。身を休めろとは命じられていない。織田の勢力がここまで。申し上げます。現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ、援軍を呼べ。尾張へ届け、明智様金星黒のろし。このままじゃ敵に援軍が。早く火元を立たないと。あなたがいくらあがこうと、織田の外貨に変わりはない。としては崩れ、としては崩れ、もうたくさんだ。これほどまでとは思っておりませんか。先遣隊の到着です。助かった。九死に一生とはこのことよ。よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。これだけ炊けば必ずや。本体も覚えてくれよ。やはり勝家の指揮などでは満足に戦えるわ。報告が遅い。貴様において情報は金と心得よ。平日ともに孫をことなき武田の大将にかかる。少し手加減せねばなりますまい。闘技隊の到着です。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。砂だ、砂をかぶせ。今以上の手乗りを高めては命取りよ。これにてのろしも打ち止めか。なぜもっと多く預かっておかなんだ勝家。これも私の不徳がゆえ申し訳ございません。義に望みて変に応じ。準備はいいか、サスケ。おっと、いい判断じゃないの、大将。道場での特訓の成果、試しましょうぞ。おう、騎馬よ、忍びよ、足軽よ、ただただ震え。おう、もうすぐだ、きっともうすぐ本体も。真田幸村、よもやこれほどまでの大機であったとは。ゲイダゲイダゲイダ。奇念に学ぶところは多くありそうでござる。真剣勝負こそ我が生きる道へ。押せ押せ、地の果てまで押しません。奴は良くなっても言うのか。みんな、ただの人よ。寄せられたシワオンの歯の出し癖か。奴らの進軍を止めることができなかったとは。
知らず突き進むのみ。そうであろう、皆の衆。お。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。おお。俺たちも負けてらんねえぜ。やりましたぞ、親方様。勝てねえ、この戦勝てますぞ。拙者おもろの未熟を思い知りまして、こたびは良き試合であった。形だけでもしておくべき。先を得たいなら酷な話とは思うが。来い、助け、我が戦ぶりしかと見届けよ。奮い立たねば最後の場まで失うぞ。勝家、見えるのか、この惨状が貴様には見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶまい。戦流れがよく見えからず槍の振り甲斐があるってんだ。あの方々ならこう言うだろう。予測の範疇であると。信長様の存在こそ今が乱世であることの証明よ。あっけこと、この雪村のごとく要たること親方様のごとく。最後の陣に守る手を忘れろ。とにかく急げ。浮き足立たぬこと親方様のごとくなめ。やれやれ、まったく急がせてくれるものですね。野心など抱かぬに越したことはない。あなたがそれを抱くのであれば心より蔑もう。戦場に立つと力がみなぎってくるものよ。こんな時になんだけど、喉が渇いてどうしようもないぜ。よっ、真田幸村、天下一の総大将。何の猿飛佐助、天下一の忍び頭。あなたも所詮はセミだ。土蜘蛛の巣であがくセミ。さて、家
勝家へのお仕置きでも考えておきましょうか。あの宵闇と比べればこれしきの力。よもやこれしきを読めなかったとは言うまい。幕府の疲労は与えた。拙者はここまで。我らも続きますゆえお進みくだされ。それがしと共に戦場をかき分けてやりましょうぞ。いないかな、いないかな、無形にいたの。俺にはまだなせぬ。私は明智光秀、誰よりも信長公を慕う者。たとえそれが異なる夢の中であろうとも。まあどちらにせよ勝家では少々厳しい相手でしたか。どう見よう、貴殿はこの世のものでないように思えてならぬ。それはひどい言われようだ。しかし真田が御旗六分線見知りおけ。どけどけどけ。ではこの策で皆さんよろしくお願いしますね。ははあ。たとえこの身が滅びようとも、私はずっとあなたのそばに。うお、燃えてきた。鬼に及んで名を役立たぬ、救いようもなきかかれしばため。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。なぜ私が動かなかったかだと。死にゆく味方を助けろとは命じられていないがゆえに。そなたも武田道場で心身を鍛えよ。さすれば道も開けよう。微塵も興味なきゆえご辞退させていただきたく。至ろうとは聞いていない。何より、私は地獄のまま終わりたくはない。今よ、先よ、行かないでくれ。私はお前たちが欲しかったんだ。親方様の教えを心に、己の風林火山を得る。天下一の面者になってみせますぞ。親方。